はい、本日はですね、視聴者さんが選ぶダサいサンダルはどれだというのを、ね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、ダサいサンダルですか、そんなことは人それぞれでいいじゃないですかと言いながらですね、クリックしちゃうんですよね。何がダサいんかな、ちょっと気になるなということでね、いやそんなもん人によってそんなもん価値観が違うから人それぞれいいんだ、自分の好きなものを履いてればいいんだって言いながらですね、クリックしてみちゃうんですけども、まあそれでね、どんなサンダルがダサいんですかっていうのを皆さんと今から一緒に見ていこうかなと思います。で、今回 YouTube の方でね、アンケートを取らせていただきましたんで、まあそれを元にお話はしていくことになりますので、まずはね、トップ4から、第4位からいきたいなと思います。メンズのダサいサンダル第4位も何かと申しますとですね、こちらリカバリーサンダルということになっております。まあブランド名とかちょっと一回抜きにして、こういったリカバリーサンダルですね、まあここにもあるんですけれども、これはねかなり票は少なかったです。そんなにダサいかって言われたら、まあまあまあ1位2位はめちゃくちゃダサいって多かったんやけども、まあ3位4位はそんな感じだったんやけども、まあそれでもね、確かにあんまり街中でこのリカバリーサンダル履いてる方って少ないですよね。このスライド式のタイプっていうよりかは、ちょっとこう鼻緒のあるねタイプのサンダルとかはまあ見たりするんですけども、まあでもそれでもね、そもそもリカバリーサンダル、こういうまあウーホスとかも出してるんやけども、いろんな形あるけども、あんまり私服というよりかはちょっとこう室内用とかっていうイメージがね強いかもしれないんですけども、まず第4位もね、リカバリーサンダル。ちなみにリカバリーサンダルはもともとスポーツのジョギングとかマラソンとかした後に履く用の、足の疲れを軽減するためのサンダルとしてできたらしいんで、あ、なるほど、そういうためにあるのか。だから確かにメインで履く用のサンダルではないなと。何か終わった後に疲れた足を癒すために履く用のサンダルって考えたら、まあ確かにメインではないよねということなんで、まずは第4位がリカバリーサンダルということになっていました。ではですね、次第3位に行きたいなと思います。第3位、ダサいメンズのサンダルというのはですね、こちらスポーツサンダルになっておりました。まあこれね、シャカっていうブランドであったり、これテバっていうブランドであったりするんですけども、スポーツサンダルがなんでダサいんかなって考えた時に、おそらくなんですけども、ちょっと子供っぽいというか、まあダサいというよりかはちょっと少年っぽさがあるっていうことでランキングしたんかなと思います。まあただね、別にそのシーンによっては、アウトドアする時とかやったら別に親子でこういうの履いてても可愛いですね。同じブランドでちょサイズ違いで履いてるとかっていうのも可愛かったりすると思うので、まあここに関してはそこまでダサいんかなって言われたらあんまりそんな気はせえへんねんけど、一応ランキング的には第3位ということになってました。まあこれがあんまり気にする感じじゃないと思うんですけど、ただ問題になってくるのが次の2位からが票数ぐんと上がっておりますので、まあそこが一番気にするべき、2位1位はちょっと気にするべきかなと思うんですけど、ではメンズのダサいサンダル第2位というのがですね、こちらビーチサンダルになっています。で、まあビーチサンダルってこういったレザーのタイプもあれば、レザーじゃなくてこうキュッキュ言いながら歩くやつあるじゃないですか、海用とかプール用のサンダルとか、ああいうのはちょっとダサいんじゃないのってお声いただいててね、まあ確かにそうやねんけども、なんかこうイメージしてるのはね、こうイタリア人とかがね、こう海沿いでね、ビーサン履いて白のシャツ、長袖のシャツ羽織ってね、全裸の上から羽織ってこう腕だけまくっててヒゲ生やしてるみたいなって、ね、それはそれでかっこいいじゃないですか。だからこれはね、いつもそうなんやけども、このダサいシリーズでよくダサいって2位1位になったらダサいとか言うやけども、結局は着る人なんですよね。着る人がイケメンやったら何着てもかっこいいんやけども、上位1位2位に上がってくるやつっていうのはちょっと体型気にしやなあかんとか、身長気にしやなあかんとか、そういうね条件がいろいろややこしくなってくるということで第2位になってくるのかなと思います。だからそもそもアイテム自体がダサいっていうよりかは、こう合わせれる人がどんどん少なくなってくるっていうようなねイメージかなと思います。なんでここまで熱弁するかというと、僕これ B ちゃんで大好きなんですね。だからそんなこと言わんといてよと、ダサいとか言わんといてくださいよって思ったりはするんやけども、まあまあこれは皆さんの感覚ですので、ね、皆さんの感覚を素直に発表していくと、ビーチサンダルはダサいというお声がいただきましたので、まあ、これはじゃあ僕の中ではどう置き換えるか、あ、履く人によって違うっていうことなんやなっていうふうにポジティブに変えていこうかなと思いますので、こちら第2位ということになっておりました。まあ履いてみるとね、まあ確かにおしゃれではないですよね。履いてて楽ちんとかはあるけど、おしゃれかって言われたら、まあ確かにそんなにおしゃれな感じはないので、まあその辺はね、言われたらそうかなと思いますが、こちら第2位でしたね。まあ田舎っぽいっちゃ田舎っぽいかもしれません。あんま都会っぽさないというか、スタイリッシュ感はないかもしれないんですけど、こちら第2位ということになっておりました。ではですね、次第1位に行く前に、まず番外編いきます。まあ4位には漏れちゃってんけども、まあこういうお声もありましたよというところで、お声が多かったのが、クロックスですね。クロックスを確かに私服として履く人っていうのは、ほぼいけないとは思うんですけども、まあ、あれを私服にしちゃうとちょっとまあダサいというよりかはなんかこう合わせづらいというかな、こうおしゃれに見えにくいっていうところなんで、便利は便利、もう濡れてもいい、クロックスなんか濡れてもいいし、ちょっとその辺出かけるときにスッと履いていけるし、スッと脱げるんやけども、じゃあおしゃれに見えますかって言われたら、そういうようには作ってないので、まあ、おしゃれじゃないかもしれないということかなと思いますので、番外編でクロックスと履きました。もしねこれクロックスの社員さんが見てたらですね、嫌な気されるかもしれないですけども、もし案件いただければですね、僕はもうクロックスをとても魅力的
的に見せることができますので、その際はね、ぜひぜひ案件をください。こうは言ってますけども、いいようにももちろん言うトークはこっちのべしゃりの方ありますのでね、お待ちしております。ということで番外編がそれだったんですけど、じゃあ第一番ダサいです、これ最もダサいっていうのがですね、何かというとですね、これは皆さん納得やと思うんですけども、第1位はこちら、シャワーサンダルということで、シャワーサンダルって僕なかったんですけど、ちょっと今こう画像パッと出してみません、こんな感じのよくスポーツブランドとかが出してたり、あともちろんノースレスも出してたりするんですけども、こういったサンダルってもう何をどう合わせても無理じゃないですか。もうこれはプールの先生になっちゃうんですよ。かもしくはプールのお父さん、どんだけ見た目が良くてどんだけ背が高くても、これはプール帰りになっちゃうし、ましてやこんなもんデートの時にこんなもん履いていこうならですね、なんかスーツ姿はかっこよかってんけども、土日のなんか私服鬼ダサかってんけどって言われるじゃないですか。まあ今鬼っていうかどうかわからんねんけど、めちゃくちゃダサかったでって言われるぐらい、これに関してはあんまり受けもそもそもよろしくないし、受けよろしくないんやったら履くシーンないじゃん。でじゃあ普段でも履いていこうって言ったら、普段やったらもうこういったリカバリーサンダル履いときゃいいんですよ。だからあんまり使うシーンないかなということで、このシャワーサンダルはねぶっちぎりの第1位でございました。ということでね、最後まとめておきますとですね、まず第4位はこちらのリカバリーサンダルがダサいんじゃないかと。で次第3位というのがですね、こちらのスポーツサンダルがダサいんじゃないかと。これはまあ多分少年っぽいという意味だと思うんですけど、ダサいんじゃないかというお声があって、第2位からグーンと上がって、こちらビーチサンダルですよね。でそんなこと言わんといてくださいと、僕めちゃくちゃ好きで毎日履いてるのにダサいなんか言われて、まあそれでも履きますけどね、第2位ということになっておりまして、次はね最もダサかったのが、クロックスじゃなくてなんだっけ、シャワーサンダルということになっておりましたので、まあこれから夏ねサンダル履いていこうかな、じゃあ何履いていったらいいんやろうな、まあ楽やからこれでいいかとは言うんやけども、楽でもちょっとファッショナルに見えるとかね、ただただ楽やねんけども、これだと普通にナイキって入ってるからまあおしゃれに見えるか、もうこれだとノースレスって入ってるからおしゃれに見えるかって言っても、シャワーサンダルやったらダサいんよって思われるかもしれませんので、まあその辺は注意が必要かなということで、本日はですね視聴者さんが選ぶダサいメンズのサンダルトップ4を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。